最近見ている YouTube は、超熟睡っていう書いてあるやつなんですけど、まあ、ピクミンばっかやっててさ、寝る1分前までピクミンやってるわけですよ。でね、目閉じた瞬間、ピクミンの声ばっかり聞こえてくるから、ちゃんと寝れないと思って、超熟睡を聞かせていただいてます。その時だけピクミンをやめて。だからそしたらね、その YouTube、最近あなたおすすめこれでしょっつって、今度はこっちみたいな感じで似たようなやつね。なんか、さっきまでアルファ波が出てるっていうやつだったけど、今回はベータ波どうですか、朝までぐっすりみたいな、そういうね、500何メガヘルツみたいな、メガかわからんけど、ヘルツみたいな、そういうのをやってくれて、昨日寝るときに、じゃあ今日はこっち聞こうと思って、再生したら、途中で CM 流れてるんですよ。寝れるかよ。っていう愚痴なんですけど、愚痴はけの森じゃないんですよ、これ。熱森って癒しのゲームやから、愚痴はけの森っていう愚痴を言って癒してもらおうっていうシリーズが大好評なんですけど、そっちで没になったネタが今のやつを。なんですけど、まあ眠り系やったんで、今回もう一本の柱である面白徘徊夢番地っていう側の夢動画でこの愚痴を言わせていただいた。ちょうど夢番地がいただけましたんで、この流れとかも今回ちょっと新しいんで話せていけたらなと思います。こっちの方で癒していただけるのかなって、ね、眠らせていただけるのかなって、ぐっすりとっていうね、 CM 途中で入らんとってことね、でいきたいと思います。どういう人かっていうと、今回ちょっと流れが違うんですよね。このゆきさんっていう人ですね。前回のチキンさんの島に、YouTube 上でコメントで教えてくれてるって、この文章でも変な人っていうのはわかるとは思いますけれども、ちょっと一応いきさつだけ喋らせていただきますと、これまでの、あゆかさん、はちこさん、チキンさんはいろんな他のゲームでつるんでたし、声も聞いたことあったりもするし、なんか誕生日も知ってるやん、昨日の人とか。で、島も知ってた、行ったことあったし、僕のライブで僕の島に来てくれたりしてたで、シルエットもわかるしさ、キャラクターの。島の形もわかるし、スイッチ上のフレンドでもあるから、スイッチ上のミーとかも知ってるわけじゃないですか。だからなんとなくもう近い存在だったんですけど、だから夢行っても、まあ、いじれるというか、なんかそういう感じだったんですけど、今回のユキさんの情報僕はあまりにも足りないんですよ。それも、ピクミン3で最近コメントくれたんです。ただそのピクミン3で仲良くなってくる、コメントくれてる人の合間に僕さっき言った愚痴吐きをパン入れるから、ピクミンのチャンネルやと思ってたのにっていう人が絶対出てるんじゃないかと僕は予想してます。その中、それをくぐり抜けてそっちにもコメントくれる人が何人かいるんですよね。MI さんとか、ラミさんとかいるんですよ。その人たちとはでも、しかもじゃない。でも、ミーを知ってる、フレンドになってくれたの、最近。でも、ユキさんはなってないです。そっちにもコメントくれた。だから、完全に一匹狼みたいなのが、そういうジャンルの人なんですよね。なんか不思議。だから、島も知らないし、ミーも知らないし、島のキャラクターももちろん知らないし、ミーも知らない理由は、申請はないんやっていうところ、いらんよ。いらんけど、スイッチのフレンド申請はないから、もう完全に未知数の人ですよ。どんな島かもわからんのに、主さん私のことを変人かもって言ってたけど、それはまあ事実です。いや、違います。私の島ですが、来ても何もありませんよ。でも、私の平凡さが分かってもらえると思います。あまりにも何も、何の変哲もない島なので、動画のネタにもなりませんよ。よかったら遊びに来てくださいね。これ難しい。これ寝れんわ、やっぱり。これ難しいよ、この状態で。ネタになるかどうか、どんな島かもイメージできない。僕の今のイメージでは、まあ、関西の、まあ、関西は確定の23から35ぐらいの独身の人だと僕は思ってますけども、まあ、端々、なんか、そのコメントをちょっとずつ切り取ってみると、あれ、これ面白いかもしれんと思った時が何回かあったんですよ。皆さん見てください。ピクミンと愚痴ハゲの方にあると思いますけど、僕はそう感じてます。そのぐらいの予想の前情報だけで、前情報って言わんな、これ。予想で行く島ってこれ初めてなんですよね。これ楽しみですよね。ねえねえねえ。全然知らない人のツイッターで見つけた、番地でもなく、深い視聴者さんの番地でもなく、まあ、深い視聴者さんも変人なんですけどね。変人じゃないと僕の視聴者さんではいないんですけど、床聞きって言うんや。ゆかさんなんや、ゆきさんじゃなくて、床聞きっていうのも、あれ？ゆかさんとゆきさんっていう兄弟？ゆかさんとゆきさんっていう兄弟かもしれん、これ。もうなんか面白い。なんか行ったことないところに行く。寝れるけ、俺。寝れるけ。超熟睡っていう動画よりも、寝れるけ。いや、本当にね、カーテン開けっぱなしで寝てるから、目覚めるのは早いけど、夜中寝てるで、魅惑の床聞きの島に行き、島の名前も床聞きやった、今。うん。
どの島なの全然わからん。アドリブできるかな。いやいやよ、どうしようどうしよう。できる子楽しいな、徘徊するの。ちょっと一個前の動画、数時間じゃない、30分前に撮ったんですけど、めっちゃいい記録出たんですよ。7年ぶりの僕の中でね。それ出たのもそういうコメントくれる人たちのおかげなんですけど、その次の瞬間にこっちの動画撮ってるっていう、この、こっちで癒してもらいたいという、その疲れというか、一回その、ね、症候群的なところをね、もう、デジタルやん、旗が。旗がデジタル、でも別に汚れてはないね。こうやってパッと見もう旗がデジタルやけど、ちょっと変やな。やっぱ普通はもっとええやもんな。普通っていうか佐野じゃないな。佐野やなこの人。あれでもちゃんと松ぼっくりとかある。全然綺麗。桃なんや。え、全然綺麗。秋を演出してる。え、怖い。あ、ピクミンや。ピクミン好きなんや、やっぱり。こんなこのメインのとこにこんなもん置くけ。ピクミン好きじゃなかった。これあれやが、落ち葉の回廊やが。ピクミンのあそこで飛んでるこの蜜持ってる人や。なんていう原生生物か忘れたけど、それを演出してる。これ何もないしまいけどつってピクミンやげ。ここら辺全部すげえっていうかピクミンやげ。あれ、かわいい。普通の人いる。わかった。あれでも全然普通の女性みたいな感じ。なんかおしゃれって、だから残念やな。なんか普通、こんなん、何もない島じゃないの。めっちゃちゃんとしてるがな。ちょっとだから夏だけどね。ここ一個だけこれ夏になっちゃってるけど、他はもうすごいくつろい、好きな色のカフェですね。僕の好きな色のカフェですね。これちゃんと丁寧に見ていきますね。右下から順番に。これ桃やね。やっぱでも雑草があるのはやっぱピクミンとかを意識してる。ピクミンやな。原生生物がいっぱいいる、ここ。あれ？原生生物いる。なんかこういうの置いとくんや。ほら。これ絶対やっぱピクミンから、ピクミン好きなんやで。この人。知ってる？コメント見て。好きやで、ピクミン。見ておいてほしいんですよね。なんか新しい風が入ってきて、本当に虫ばっかりのピクミンや。女の子らしいところがこれが、ね、雪っていう名前で女の人やと僕は思ってますよ、もちろん。しかも見たことない人いるわ。花子っていうんや、これ。集めてる原生生物も動物も原生生物みたいやな、なんか。おー、あー、綺麗ね。あー、綺麗ね。わかりやすいね。この下のこれはあれなんでしょうか。マイデザインってやつなんでしょうかね。普通にサッカーのやつとか見やすかったですね。うん。サッカー好きなんですかね。僕の愚痴ハケで、僕サッカーについても触れた回があった気がしますけれども、最近の愚痴ハケではちゃんとこうコメントいただいてますね。そのサッカーの見たらまた、仲悪くなるかもしれないですけれども。ちょっと入っていきますか。人の部屋に。あら、綺麗ですね。あれ？これ家か？もう。これ家やん。このザラザラのやつ置いてあるんやん。面白いな。右脳やな、ここは。すごい右脳やな、ここは。演出されてる。ちょっと全然何も変哲もなくない。これはなんか変に見えるけどさ。ここにこれ置いたら、これはやっぱ俺も集めてるんで、ちょっと俺のやつより横顔がいい感じのやつですかね、あれは。うん。どういうシルエットなのかな。ちょっと会うのが怖い。楽しみであり怖い。こうやっぱね、最初は緊張する。さっき言った3人の人とかも、ライブで会う時の一番最初ってめっちゃ緊張したんですよ。その島に行く時とかも。それが若干夢やけどあるね。あー、やっぱこう、変態やな。ちょっと変人かな。理科の実験室を作ろうって思ったのはなんでこっちで勉強、なんでこんな。学校作ってんのこの人。学校関係者？昭恵夫人っていう方が、この音楽俺の部屋と一緒やん。勉強するときのな。勉強するっていう回あったな、そういえば。ありがとうございます。皆さん楽しませていただきます。昭恵夫人っていう人がいて、本当の教師で、
こういう校舎作ってそこで問題を受けたっていうライブも、ライブじゃないな、動画あったんで、また見といてほしいんですけれども、ここにザリガニ入れてるっていうことは、まあやっぱりそのぐらいの年代かなと分かりました。さっき言った通りの予想かなと。答えなくていいです。答えなくていいし、フレンド申請いらないですよ。僕は妄想で楽しみたいんで、ずっと声も聞かなくてもいいし。なんですけれども、まあそうかな。そこにザリガニっておかんもんね、最近の学校。あれ？学校やな、ここ。あれ、こんな綺麗に作る。これ今まで見たトイレの中で一番綺麗やわ。俺が見たトイレの中で。今まで俺が見たトイレの中で一番綺麗なトイレでした。我慢した。今言うの我慢しました。何の事務所？何の事務所ですかこれ。あ、ほら、今の煙突のストーブもほら、俺らの時代で、これ年やっぱりそのぐらいやな。校長の部屋あるのこれ。何、学校関係者なんやな、やっぱこれ。全体的にもう学校やもん。校長の部屋やん。学校の人やわ、絶対。わかっ、だって学校の人って大体変態やが。昭恵夫人には悪いけど。これやもん、これ。これで俺干したあのね、雪降ってさ、べっちゃ、もう、会社じゃないわ。学校着くまでにもう毎日、一回制服ぐちゃぐず、ベトベトじゃんやるのがべちゃべちゃなんですよ。それをみんなでここの煙突で干したわ。干すだけで2時間目までなってて、くさい部屋になってたなあ、校舎の、あ、校舎じゃない、学ランの。学ランやからなんか変な匂いするんですよ、みんなが干すと。成長期の男子校や、男子校じゃないけど、二人しか女性いんかったから。保健室？保健室や。保健室ある、保健室ある、保健室ある。何ここ、学校だ、学校や。保健室でサボったことって俺あんまない、一回ぐらいしかないかな。一回あったかな。あったかな。あんまないっすか。甘露飴やったっけ？なんか、あれを通販で買わないかって学校で言われて、それを美味しすぎて一貫丸ごと食べたら吐きそうな、本当に吐いて。本当に。あれ一貫食べると吐くんやで。で、保健室行った記憶だけはずっと覚えてますね。中学校の時にね。今それを思い出す保健室でした。なぜか。なぜかその記憶を何十年ぶりに思い出したよね。今の記憶ね。だから理科好きなんやな。これ多分理科の教師やわ。分かった。理科の教師やで、原生生物っぽいところもあるんや、こうやって。こんなに虫置いてる人はええもんね、こういうの。3個ずつなんかにあげてもらえるフィギュアやろ。でも、花もほら、これレアな花やろ、これ。このバラ。やっぱ理科の教師やな、答え。もう出ました、答え。理科の教師です。はい。ああ、これもレアなやつや。さっきのやつがチキンさんにもらったやつ、こっちはポリエさんにもらったやつかな。僕の記憶ではね、記憶違ってる可能性ある。すいません。いや、秋やね。全体的に秋です。全然オシャレやし、もうなんか、なんやろ。何の変哲もないって言ってるけど、多分、普通以上は余裕でやってるよね、やっぱり。あ、こういう作りになってるの、こういう入り方なんやね。好きよ、俺、こういう。好きよ俺ね、2個思い出してるので、巨大迷路っていうのを思い出したのと、あとの、どっかの、なんか滋賀県かなんか忘れた、戦闘に昔ちっちゃい時連れてかれた時、ジャングルやったんですよね、戦闘が。その入り口に似てるね。それに似てます。すごいジャングルなのよね。うわー、いるね。原生生物いっぱいいるね。キノコの、何これ見たことないよ。ここにこのコーナーがある。ここにこのコーナーがあるの？誰か来たら、ねえ、来るの？誰か来たら来るの？ちょっとここ入る、ちょっと待って、入ってみるか。はい、チャコね。大体俺の予想当たってると思うんですよね。あれこれかわいい。何これかわいいの？絶対かわいいやん。かわいくね？かわいくね？かわいくなかった。後ろだけでかわいいって思ってしまった。また。またや。いつもや。誰やこれ。いつも後ろだけで可愛いと思ってま
いるね、カモ。はあ、これは誰の家やろう。面白いな、面白いな。なんかまだ会えないのが面白い。会えないんか、今日。今日はでも俺時間あるから。わ、可愛いな、これ。後ろだけで可愛いと思うなよ。後ろだけで可愛いって思うなよ。こっち向いたら可愛い、可愛いわ。うん、かわいかった。何の部屋やこれ。あれ、揚げたもので構成されてるんかな。あれ、これレアなんか、これ。取らんといてあげよう。まあ綺麗よ、全然綺麗。なんもな、変哲ないってことないよ。ちゃんと色も統一されてる。あの京都のガストの色、京都とかでこのローソンとかの色、全部これになってるのが京都のローソンとかの、あの景観を乱すなっていうので合わさってるはずなんですが、あれ違う家や。これサブアカかな。やり込んでるの、結構やり込んでるね。うん、京都と一緒の色ですね。景観を目指すの、景観を乱すなっていう色ですね。どういう状況なのこれ。これ何これ。これいいやん、これ。これどうやって手に入れるの。前でさ、これ。このぬいぐるみ。すごい、見たことない。わかるね、やっぱ変態って。変人っていう感じがします。変人って言ったら失礼。ちょっと2、3週間前ってちゃんと丁寧な、あれしてたと思います、やりとり。本当にすいません。あれ、これ、何個家を持てるんやったっけ、これ。8個持てるんやったっけな、なんか最初の時に。まだ今右奥にもあったよね。なんやこの人。すごっ。なんで魚ばっかりやって。これ魚の人か、あれ。あれ魚の人か。魚高く買ってくれる人やったっけ。ちゃうか。ちゃうか。ちゃうな。そうちゃうな。なんか怖い魚いた、左にいた。あの右上の、何が新しくオープンしたみたいになってるの、これ。ここも家やな。家いっぺんある。あ、和風のこれ好きよ、俺好き。あ、落ち葉の回廊や。やっぱり落ち葉の回廊っぽいし、ここの入り方、この家の入り方が、この家のある場所が回廊っぽい。ちゃんとね、回廊も苦しんでないけど大変でした。わあ、おしゃれね。全然好きよ、好き好き好き。うん、京都好き、俺。京都が3番目か4番目か5番目ぐらいに好きです。どんな家や、これ。まだできてないんかなんかわからんけど、あそこの左上のポスター全然京都じゃなかったな。こっちも行けるんや、これ。これも部屋増やしていくんか、これ。借金返して。でも全部あのマックスの部屋にできるんかな。地下も2階も。あのね、この方はね、パーソナルスペースの距離感は多分、ソーシャルディスタンスがない頃から広かった人だと思います。トイレのあり方がゆとりがあるし、今のベッドと今の布団も。大体俺の予想、今日は正しいんじゃないか。理科の教師で独身。独身じゃないかもしれん。結婚願望ないもん、ハチコさんみたいに。今のところ、あのウェディング系のアイテムが一個もないから、回廊やな。回廊やな、これ。出方わからんもんな。いや、ちゃんと作り込まれてるな、本当に。うん。お、すごい、なんか、すごいの見えたけど、しっかり行ってみよう。細かくこう作るの好き。あ、中華街があるんだね。なんで家一個ずつ入ってる。昼屋だよね。昼屋。これ家系、これ。家系。家じゃねえ。これ人の家や。この人中華街の人な、中華っぽい人な。あ、ジャスミンティーの人なのか。なるほど、そういうことね。チャオつってるし。チャオ。チャイナと間違えた。チャオはどこや。ヨーロッパか。よし。いない。主がいない。
そもそもこの人は俺のこと主って呼ぶのもまた新しいんですよ。かぼちゃ3個だけある。かぼちゃ3個だけあるのね。うん。かぼちゃの3個だけあるのも変な感じしますね。ちょいますかね、こっち。どこにいますかね、主。どうなの？うん、ああ主に会えないんかな、またこれ今日も。まあ会えたっけ結局。あんなにいっぱい家あるのにね。これは、うわ変な原生茶茶子やって。原生生物がすごい。変なもん、カバ好きなのかな。カバが好き。これどうやって下行くのこれ。あれアイテムないもんな。どうやって下行けんのっけこれ。アイテムないといけないところが作られていた場合はいけないんかな。いけたけど、そうなってた場合はいけんのかな。カボチャ畑もきれいにしてありますね。恐竜もちょっと置いてあります。で博物館がありますで、原生生物が散りばめられてます。でも本人がいない。本人探して終わりますかね。大体もう分かったけどね、本人いなくても。うん、どこにいるの本人。いつもどこにいるの本人って。シルエット見たい。見えないまま終わるんかこれ今日も。いた、いた、これなんや。もう変、え、変やん。じゃあちゃうんかい。起用って誰やって。あれ、床聞きやったっけ。床聞きで、わかった、雪、あ、床と雪かと思ったけど、これ家がいっぱいあったら4人兄弟やね。雪、か、かな、起用で、きこっていう4人やな、また。誰や、よくぞ、誰や。これじゃないってことだよね。多分名前は床聞きなんかな、わかんないけど。多分そうなんかな。どうなんやろな、そこの辺。あ、いた。変や。変や、変や、変や。ひろゆきって誰やんて。健康、独身じゃないが。結婚願望ない。だから、ウェディング系ないもん。このハチコさんのとこみたいにないで、ひろゆきがった床聞き、全然違った俺。お父さん、え、お父さん、男文字いじれるやったっけ。この人お父さんなんや。なるほどね。あ、じゃあ全然違ったかもしれん。もしかしたら中学生かもしれん。また理科が好きなお父さん。おかしい。あ、いた、いっぱいいるぞ。なんかカンタロウコンプリート。何、どういうこと。あ、床聞き屋で、雪とカンタロウとキヨとお父さん。なんでお父さんだけキ、そう、じゃあ雪さん、縁が、雪さんはどこにもいないが、雪さんとだけ会えないまま終わるっていう感じもいいかもしれん。もうずっと謎のまま、ずっと謎のまま行きましょう。こっちにいなかったら。いません。謎です。皆さん、あれ？いるんかい？終わろうとした今、皆さん行ってくださいって言ったらいるんかい？いるんや、ここに。こんな髪型見たことないわ。いたわ、ついに。ありがとうございます。ありがとうございます。一番シンプルやった。ゆきさんが。なんか知らんけど。他の人変やった。お父さんも。ありがとうございました。